電動機、電動機、電動機とは電気エネルギーを力学的エネルギーに変換する電力機器、原動機の総称。モーター、電気モーターとも呼ばれる。一般に磁場、磁界と電流の相互作用、ローレンツ力による力を利用して回転運動を出力するものが多いが直線運動を得るリニアモーターや磁場を用いず超音波振動を利用する超音波網なども 実用化されている。静電気力を利用した静電モーターも古くから知られている。なお、本来、モータ、モーターという言葉は動力を意味し、特に電動機に限定した用語ではない。それゆえ、何らかの動力の役割を果たす装置は、モーターと形容されることもよくある、ロケットモーターなど。以下では、電磁力により回転力を生み出す。 一般的な電動機を中心に説明し、それ以外のリニアモーターや超音波モーターは、末尾で簡単に説明する。回転する、電動機は、軸を持ち回転する、回転子、ロータ、ローターと、回転子と、相互作用して回転モーメントを発生させる、固定子、ステータ、スタトル、回転子の回転を外部に伝える回転軸、回転軸を支える、軸受け。 損失により発生した熱を冷却する冷却装置などから構成される。回転子と固定子の磁界を発生させる部分を境地という。整粒子電動機、ブラシモーターや同期電動機で境地と相互作用させトルクを得るための磁界を発生させるものを電気子という。不可機器と接続するカップリング回転数を下げて 目的のトルクを得るための減速機などが付属装置として接続される。整粒子電動機は整粒子とブラシによって電気子に流れる電流を切り替え回転方向を保つ。電動機にはいろいろな種類があるが電動機は固定子と回転子があってどちらかが回転変化する磁界を発生してその磁界の変化によって駆動力を得るものである。整粒子電動機以外の 固定子にコイルがあって、コイルに変化する電流を供給することによって変動する磁界を発生させる電動機について述べると回転子の種類に分類できる。ある方向に連続的に駆動力を発生するために、駆動側のコイルを複数設けて磁気の位相を順番にずらして駆動力を発生させる配置にする。その方法もまた、いろいろな配置のものが実用化されている。 次に、電気子や一時、側巻線によって変動する次回を発生するための電流の種類については次のようなものがある。直流電動機、交流電動機の区分別は、電動機の構造の区分でなく、使用法の区分と考えることができ、どちらでも回る電動機もあり得る。電動機の損失は、入力電力と出力仕事の差として定義される。 電動機の多くは電気によって磁界の変化を作り出し、その磁界の変化によって回転力を生み出すものが一般的であるが、以下のようにこれ以外の原理、構造を持つ特殊な電動機がある。リニアモーターとは、回転式の電動モーターの固定子に相当する位置、直線に長く伸びた部分の上に回転子に相当する部分を置いて、磁界の変化によって直線運動を得るものである。 リニア誘導モーター、リム、リニア同期モーター、LSM、リニア直流モーター、LDM、リニアステッピングモーター、リニア圧電モーター、リニア静電モーター等がある。1821年、イギリスの科学者、マイケル・ファラデーが電磁気的手段で電気エネルギーを運動エネルギーに変換する実験を行った。上から導線を吊るし、 水銀のプールに少し浸しておき、その上に永久磁石を置く。その銅線に電流を流すと、銅線の周囲に丸い磁場が発生し、磁石の周りで銅線が回転する。この実験は学校の物理学の授業でもよく実施されるが、毒性のある水銀の代わりに塩水を使うこともある。これは、単極電動機と呼ばれる最も単純な形式の電動機である。後に、 これを改良したもある。これらは実演用の装置でしかなく、動力源として実用可能な構造ではなかった。1827年、ハンガリーのイエドリク・アーニョシュは、電磁作用で回転する装置の実験を開始し、それを、ライトニング・マグネチックセルフローターズと呼んでいた。彼はそれを大学での教育用に使っており、1828年には、固定子と電気子と静流子を備えた。 世界初の実用的な直流電動機の実験に成功した。その固定部分も回転部分も電磁石になっていて永久磁石は使っていない。この装置も実験用であり動力源として使えるものではなかった。機械の動力源として使える世界初の整流四式直流電動機はイギリスの科学者ウィリアム・スタージャンが1832年に発明した。 スタージャンに続き、アメリカでトーマス・ダベンポートとそのエミリーと共に商用利用可能なレベルの整流子式直流電動機を開発し、1837年に特許を取得した。この電動機は毎分最大600回転で印刷機などの機械を駆動した。当時電源としては電池しかなく、その電極用の亜鉛は非常に高価だった。そのため、 ダベンポート夫妻は商業的には失敗し破産した。他にも直流電動機を開発した発明家が何人かいたが、いずれも電源コストの問題に直面した。当時、電力網はまだ存在しなかった。したがって電源コストに見合うだけの電動機の市場は存在しなかった。1855年、イエドリクは、 アレクトロマグネティックセルフローターズと同様の原理で役に立つ仕事をする装置を製作した。また、同年、電動機で駆動する自動車の模型を作っている。しかし、イエドリクの成果は世界的に知られることはなく、その後の電動機開発に影響を与えることもなかった。1873年、ゼノブグラムは2台の発電機を接続し、 一方が発電した電力でもう一方を電動機として駆動できることを偶然発見した。このグラム発電機は電動機としても世界で初めて商業的に成功した。1886年フランクスプレーグは負荷が変化しても一定の回転速度を維持できる火花の出ない直流電動機を発明した。この頃スプレーグは電動機の力を 電力網に返す改正技術を発明しており、また路面電車用の河川から終電する方式も発明した。これらの技術を使い、1887年にバージニア州リッチモンドで路面電車を運用して成功を収め、1892年には電動エレベーターとその制御システ、さらにイリノイ州シカゴで集中制御方式の電動式地下鉄、 通称シカゴエルを成功させた。スプレー具の電動機と関連発明は産業における電動機需要を爆発的に増大させ、他の発明家が同様のシステムを次々と発明するきっかけを作った。1888年、ニコラ・テスラが初の実用的交流電動機と多層送電システムを発明した。テスラはその後も交流電動機の開発を ウェスティングハウスで継続した。電動機の効率向上は固定子と回転子の隙間を小さくすることが重要だということがなかなか認識されず数十年間進歩がなかった。初期の電動機ではその空撃が比較的大きく磁気回路の磁気抵抗が非常に大きかった。このため現代の効率的な電動機に比べると同じ消費電力で発生できるトルクがかなり小さい。 その原因は、磁石や電磁石が近いほど引き付け合う力が強いため、ある程度離しておこうとしたためと考えられる。効率的な設計では、固定子と回転子の隙間をなるべく小さくし、トルクを発生しやすい、磁束パターンにする。電動機メーカーの一つ、松下電気産業、現、パナソニックの企画の下で、1963年に力の技術、 モートルマイナスと題された短編映画、約28分間が制作されている。当映画作品では、モーターの原理の説明から始まり、各種モーター製品をのおのの組み立て現場の光景や、完成品の動作光景などが、上達屋のナレーション入りで紹介されている。ここで、映画タイトルの中に見える、モートルは、モーターのドイツ語表記。 モーターの20世紀前半までも反とされていた、ドイツ語発音に基づく表記法である。ちなみに、パナソニックでは、現在、モートルという表記方は用いられていない。一般産業向けモーター類の生産は継続。当映画作品は、東京シネマ、現、東京シネマ新社により制作されており、現在は、科学映像館、NPO 法人、 価格映像館を支える会ウェブサイト内において無料公開されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。